はい、皆様おはっこんこん、どうもそうすけです。京子再燃企画パート14かな、やっていきたいと思います。でね、今回から8月に入ってきたということで、まだね一層頑張っていきたいと思います。まだまだ優勝見えるラインにいるので、2ゲーム差ね、頑張ってやっていきたいと思ってます。今のところは3連勝中です。まあ僕は動かしてないんですけど、で今回はねピンチチャンス操作でやっていきたいと思います。そうだね、特別動かす選手はなしでいいかな今回も。楽しくやっていけたらなと思います。ちょっとマートが怪我しちゃったみたいなので、若干ねこう打力はダウンするんじゃないかなと思いますけど、まあ怪我してもしょうがないからね、他の選手で補っていきたいかなと思います。ということでサード両手でいいかな。この辺が皆さん不調で、今なり僕使いたいんですけどスランプ状態なのでね、なんとかこう復活してもらいたいかななんて思ってるんですけど、頑張ってほしいかなと思います。ということで打順だね、西岡1番いこっか、2番、そうだね、2番可能とか3番取れてないよ。そうだね、こんな感じでパチッとはまったんじゃないかな。そうだね、可能センターいこっか。守備力 F か、まあいいでしょう。まあ両手サード問題なしかな。よし、こんな感じで頑張って今日もやっていきたいと思います。相手ピッチャーは三浦さんです。ということで今日も頑張ってやっていきましょう。どうだろうね、今日も甲子園ということで、そうだね、前回みたいにあまりにも打たれないようにしていきたいかなと思います。で今回の DeNA も打撃の方はめちゃ強でやらせてもらっております。なんでね、こうどこまでやれるのかはわからないですけど、まあ、前回ほど7失点みたいな失態を犯さないようにやっていけたらなと思っております。まあ、せっかくね、前回せっかくというか負けたので、今回は勝ちにこだわっていけたらななんて思ってるんですけど、それね、ピンチを多く来てもらえることを期待しながらやっていきたいかな。それにしてもロード長いね。いや、パート12の時にね、パート12の時だったら、13、12の時か、に、パート9とか言ってね、企画始めたので、どうなのかなって感じでしたけど。あれ、西岡は操作になってる？ん？これもしかしてあれになってる？一試合丸々の試合になっちゃってる。もしかしてこれ出番操作になってない感じ。あ、出番操作あるじゃん、出番設定。あら、あ、西岡もやるようにしてるのか。やめとこ。まあ早速下ってますけど、まあいいんじゃないかな。びっくりした、何もなしにね勝手になってるのかと思います。初球から打ってった。うわー、ライトへ上がった。伸びないね。余裕があります。がっちりキャッチ。でもなんか飛んだ気がする亮太今。パチーンっていく感じで。そろそろね、あ、巨人がもう少し CS を決める感じかな。サウジラム来たよ。第9投げました。いやー、まあ梶谷スランプ状態ですけど、やばいのは変わらないのよね。タイミング合いません。第3球を投げました。よし。やっぱりめちゃ強でもあれですね、綺麗にベストピッチで決まれば振ってくれるみたいですね。低め外角ストライク、少し迷ったか、投げた、カットボールで、見逃しを見逃してくれた。第3球を投げた、一つ外した。ここ抑えたいところ。いや、 CS の初戦ってどっちが投げるんだろうね、あのメッセか藤波か。あの明日から始まるんですけど CS ね、どっちが投げるのかものすごく僕は楽しみなんですけどね、個人的に阪神ファンっていうのもあるんですけど、いやー、皆さん CS 楽しみにしてる方多いんじゃないかな。今とっては10月の9日なので、明日10月の10日から始まるらしいのをね、新聞見たんですけど。フォアボールか。さあ、僕は亮太好きだよ。なんとか打ちたいところ。第9投げました。初球見送ってストライク。これはナイスボールだね。第2球、これは見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。低めボール球打った。これダメそうですね。掴みました。走るのもダメそうですね。これでワンアウト。ランナーは1塁2塁か。2度目か。ここはヒット打ってほしいところ。第9
投げました。おラッキー。いや無理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 。いやそらそらもっとそらしてほしかったな。ナイバッチ。ピッチャー返し。鳥谷。いや無理だな。いや帰れたかな、どうだろう。結果的に帰れたかもしれないね。若干それたからね。でも今の福留のヒットは良かったんじゃないかな。うん。ここは1点でも取っときましょう。三浦と藤浪投げ合いですからね。これ1点。うわっとファールでよかった。ふう落ち着くよ。よし弾き寄った。弾のね、見逃して僕走ってたから。偉そうにね。うん、よかったよかった。当たりが良かった分、グリエルのね、グラブを弾いたのかな。うん、よかったよかった。あれ取られたらトリプルプレイもあったんじゃないかな。ここは満塁策でしょうか。満塁策来る。来そうで来なさそうだね。完全に外してるわけじゃなさそうです。第4球を投げました。来ないのか。来ればよかったね、今のシュート。まあいいでしょう。第5球投げました。打ちました。うわ惜しいな。うん、どんまいどんまい。第6球を投げました。よし打った。帰れるんじゃない。オッケー。よし3点目、うん、いやしっかりここで点を上げれてるのはいいんじゃないか。おこのアングル好きだわ。さあ藤浪普通のバッターじゃないからね。よしいや結構バッティング上手くなってきたんじゃないかな。うんエバーチいいよ。いや今日は勝ちにこだわりたいってことは言ってたので、これはありがたいかなと思います。うんさあここでダメ押しをダメを押しときたいところ。超えないかな。さあ強振しとけばよかったですね。まあどんまいどんまいの後にすぐピンチが来るというね。お三浦さんか。ここは中間で、ここは中間守備を取りました。まあショートゴロみたいのを打ってくれると一番やりやすいんですけど、三振でもいいか。投球はこれから3球目。打ちました。引っ掛けた。うわ一番やられたくないやり方をされましたね。まあしょうがないしょうがない。うん。それなら前進をしときたかったところ。投げた。初球落ちました。おいいよ。新井さんガッツあるよ。投げた。インコース低めストライク。サフォーク。追い込みました。投げた。一つ外してボール。カウント高め。ボールツーストライク。投げた。ボール。これでチェンジアップとかあれば、ね、一番いいんですけど。フォーク。投げました。オッケー。いいね。やっぱ藤浪いいね。うわ、いつの間にか2点を取ってくれてる。これ誰かホームラン打ったんでしょうね。疲れてきてるか、この回まで頑張ってほしいな。第9、ツーシーム見送ってストライク。ストレート。投球これから2球目。打ちました。三塁線、ボールが転がっている。知り間に合わんか。あ、ツーアウトだったか。なるほど、なるほど。オッケーオッケー。藤浪、なん？お、チャンスかな。誰だろう。お、西岡ですね。さあここあれでしょう。投げました。あーってキャッチャー取れない。いや無理だな。今拾ったキャッチャーから1塁送球。うわ危ね危ね。さあ西岡バントするよ。まい。バントした。三塁線転がした。フェア。ファールかよ。厳しいなそこの判定は。バントしました。はいよ。うまい。うまい。取った。セーフ。よし。よし。センスあるかもしれない。ここは中間守備を取りました。いやいや。投げました。初球を打った。サード右へのゴロ。これセーブじゃない。ホームランフォースアウト一塁バント。最悪。スリーアウトチェンジ。まあ勝ってるからいいとしましょう。お一気に来たね。いや動画の時間的にも最高な感じですかね。ここは守りぞ。で神田さん変えようここは。うん。そうだね。今年現役を引退した渡辺さんで行こうか。うん。ね、せっかくだし、あの引退試合してあげてほしかったんですけど、なんかそういう感じのはなかったよね。うん、いや結構活躍した選手だと思いますよ、うん、僕は。こう中継ぎの鬼門としてね、一時活躍した時は多かったんじゃないかな、してあげてもいいなと思うんですけど、どうなんしてたのかな、僕は知らない間に、聞いたことはないからね。うわ、危ねえ。うまいとこ打たれてる気がする。第5球投げた。よし打った。打球は三遊間に合うか。鳥谷ボールを取る。いやオッケー試合終了。ふう、いやなんとか勝てましたね。あそこの一気に4点取れたのは大きかったね。まあ2点は勝手に取ったんですけど、藤浪今日はヒットも打ったし勝利投手にもなりましたし、大きかったんじゃないかな。
よかった。なんとかね、やれることができてよかったかなと思います。お、10勝目。藤浪結構調子いいんだね。思った以上に。いい感じですね。また栄冠内の選手たちで、ね、やれるっていうのも楽しみかな、こうやってすると。少しずつバッティングも良くなってきつつあるんじゃないかなと思うので。よし。ってことで、今回はこれぐらいで終わりたいかなと思います。で、次回はそうだね。巨人 DNA と来たので、そうだね、この辺の広島戦はそんなにないよね。ここにもあるのか。ここの広島戦かな。22、23、24の広島戦取って、あと残ってるのはヤクルトと中日ですよね。ここで中日戦は取れそうですね。後半の方にヤクルトがあると、動画的にありがたいんで、ありますね。大丈夫ですね。まあ、ここら辺のヤクルト戦を取って、この辺ないかな、ギリギリにはないか、さすがに。なさそうですね。この辺のね、ヤクルト戦を取って、で、この辺の中日戦。どの辺でしたっけ、どの辺でしたっけってね。ここか。ここかさっき見た、ここですね。5、6、7の中日戦でどれかを取って、次回はね、この22、23、24のどれかの広島戦を取っていきたいと思っております。また楽しみにしていただけたら。次回はそうだね、選手もつけてのピンチ、チャンス操作でやっていきたいかな。これが一番動画的にしっくりくるんじゃないかな。面白いですし。やっていきたいと思います。まあ、2ゲーム差ですしね、まだまだわからないので、日程でしか飛ばさないですけど、阪神が頑張ってくださることを期待しております。ということで、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけたらと思います。それではね、ソウスケでした。さようなら。